皆さんは人を信じやすい人間でしょうか、それともまあ、ちょっと疑い深いというか、なかなか人を信じることができないっていう人間でしょうかっていう質問を投げかけた、ちょっと変わったスタートになります。今週のダラダラジオでございます。今週はね、信じるということっていうテーマで喋っていくんですよ。まあ、そのままです。本当信じるっていうことについて思ってることというか、自分のルールとか考え方っていうのを話していきたいんですが、今週ですね、見た方もいると思うんですけど、芦田愛菜さん、女優のね、芦田愛菜さんが、映画の舞台挨拶だったかな、なんかそこで信じるっていうことに関しての持論、芦田愛菜さんがお持ちのね考え方っていうのを話されてて話題になってたんだよね。で、自分もさ、それが話題になってるのはツイッターとかでも回ってきてたし、見たかったの。そうで、ダラダラジオ撮ってから見ようと思ってたんだけど、やっぱり気になっちゃって見てきちゃった今。そう、見てきて、で今このダラダラジオ撮ってるんですけど、いやー、あれね、見てほしい、一度も触れてほしい。結構、まあ、なんだろう、哲学的というか、そこまでいかないけど、でも難しいんだよね。すごく深いことをおっしゃってて、いや、これを高校生が言っとんのかすげえなと思いましたけど、なんか昔から自分やっぱ芦田愛菜さんってすごい努力家のイメージ、努力家で誠実なイメージがすごくあるから、なんか彼女が自分よりも全然、自分半分以下の年ですけど、その歩んできた道と、そこで経験したことと、それにどれだけのエネルギーを持って向き合ってきたかっていう、彼女がね、あの芦田愛菜さんが向き合ってきたのかっていうのをすごく含めた言葉だと思って、あれはね、触れてほしい。ぜひぜひ、あの芦田愛菜スペース、信じるとかで検索すると一発で出てくると思うので、よかったら見てみてください。で、今週はその自分に、俺ハイチにとっての信じるっていうところを話していきたいんですが、そうですね、まあルールがいくつかあって、でひとまずね、冒頭のみんなへの質問と関わるんだけど、自分はハイチはね、非常に信じないっす、人のことを。めちゃくちゃ疑い深い人間で、でまあそれが良くないなっていうか、ちょっと度が過ぎてるというか、若い時はそれで良かったなと思ってる。自己防衛のためにそうやってたから、自分を守るためにやってたんだけど、まあ、今こういう活動させてもらって、いろんな人と出会うようになったから、かなりそこは変えました。基本的に信じるから入るスタンスにもなってます今はね。でもやっぱり心の深いところでは、なんか疑ってる部分は結構強く持ってるタイプなんですね。でもそのなかなか人を信じないタイプの人間だった自分が、決めてるルールっていうところをね、今回話していけたらと思ってるんだけど、まず一個はね、信じるって、そのさ、例えばハードルというか壁があるじゃん。その壁を越えてこれなかったら信じれませんみたいな、壁を越えてきたら信じますみたいなラインがもしあるとした時に、越えてきた人ね、だからみんなにとっては、例えばちょっと信じてもいいかなって思うような人よがいた場合、俺徹底的に信じます。その周りの評価とか評判とかどうでもいいです。俺が信じるって決めたら信じるよっていうタイプ。それはすごく大事にしてて、そのルールは。そうだから、なかなか信じる、その壁を越えてくることが、まあ、難しい。だから高い壁を出しちゃってるから、俺がね、低くしてないからなかなか越えてこれないんだけど、でも越えてきた場合は、徹底的に信じるっていうのがルール。信じるって決めたなら信じるよっていうことね、一個は。たださ、そのなかなか人を信じれない方もいると思います。でそれって、まあ、いろんな理由があると思うんだけど、かつての俺ね、昔の俺を考えた時に、俺一番の理由って裏切られた時のダメージ軽減のためなんよ。信じてれば、その信じる度合いが強ければ強いほど、裏切られた時のダメージでかいよね。こんなに信じてたのにってなるでしょ。そうなりたくなかった。耐えれる自信がなかったから。だから、信じたいんだけど、どっかで、いやでもみたいな、いや違うんじゃないかなとか疑ってて、でそれで裏切られたらさ、あ、やっぱりそっかで、どっかで割り切れるかなっていう、まあ逃げ道っていうと、まあ、その境遇にいる方にとっては失礼かもしれんけど、でも俺は逃げ道だったんだよね、振り返って思うのは。そうってなってたわけ。そうなってたんだけど、まあでも、まあ、信じるって決めたら信じるよという意味はしてますと。なんでかっていうと、じゃあそのダメージ多いじゃないですか。もしで、俺もね、さすがに35年生きてるんで、いろいろと裏切られたこととか、信じた人にね、
あるんだけれど、その時にすごくへこむ、すごくショックだし、ショックだけど、でもへこんでても何も変わらないんだよね。そう、じゃあどうするかっていうと、まずなんであいつ裏切ってきてんだよ、なんなんであいつっていうベクトルよりも、あ、自分の見る目がなかったなっていうベクトルに持っていきます。まあもちろんさ、状況によってはどう考えてもね、自分の中でどんなにこういろんな処理の仕方をしても、ゼロ十であいつが悪いっていう状況もあるわけ。俺は微塵も悪くねえって、いやあるよそういう場合、みんなもあると思う。みんなが悪いわけじゃねえって、周りがおかしい、あいつがおかしいってあると思うんだけど、でもそいつのことをどんなにけなそうが心って晴れないんだよね。そうで、まあこっちとしては関わり持ちたくないしもってなってるから、じゃあ何のどこが俺の見る目がなかったのかなっていう、っていう方に切り替えた方が、で反省してさ、改善していったら、まあ、自分の見る目も超えていくというか、養っていけるだろうし、次に生かせるじゃんか。そうだから結局自分の成長のために持っていければ、まあまあどんな経験でも多少プラスにはなるかなって思ってるの。だから、まあ、シンプルなルールとしては、自分の中では信じるっていうラインを超えたら、もう誰が何と言うと信じるぞっていうのが一個で、もし裏切られた時が来たら、自分の見る目がなかったなって、そう、あの時の会話に騙されたのかとかね、まあそこまで覚えてればの話だけど、そういう風にしてます自分は。だって自分のさ、みんな自身もそうだと思うんだけど、あ、俺これ共感できなかったらごめんね、ちょっと変に巻き込むけどさ、俺人の心の中には誰しも悪魔を持ってると思ってる。悪魔って言い方も悪いのかな、でも黒い部分はあると思ってて、人間って一面性じゃないんだよ。一つの面しか持ってないわけじゃなくて、多面的、いろんな面を持ってるよね。で、全部が全部いい人ではないと思うんだよね。キラキラはしてない。必ずしも妬みとかそういう部分も含めてね、やっかみ、嫉妬とか分かんないけど、そういうものも含めて、まあ黒い部分っていうかは誰しも持ってる。自分もそうだし、で自分が持ってる黒いところって、おそらく自分が一番知ってるはずなんだよね。過剰反応して知ってるはずで、まあ俺もそうだし、自分の汚らしいところっていうか嫌なところってのは一番俺が知ってると思ってる、もちろん。で自分もまあいろんな人と会ってきたからさ、やっぱり誰しもそれを黒いところあると思うから、わかんないけど、自分の中のさ、じゃあ黒レベルが100のうち35ぐらいレベルあるとするじゃん、黒レベルが。そうするとみんながその35ぐらい持ってるのかなって思うわけよ。やっぱり自分がまず一般的になるから、一般化されるとね。だから、あ、俺ぐらい腹黒い部分がみんないろんな人が持ってるって考えたらさ、まあそれは裏切るよねって話なんよ。だって黒いとこ持ってんだもん。そう、でもそれって、まあちょっと話がズレズレなんだけど、陰陽、あと陰と陽の関係で、なんだろうな、人の心とかも黒い部分があるから光り輝いてる部分が綺麗に見えると思うのね。影があるからやっぱり光ってる部分で輝いて見えると思ってる人間だから、自分はそれはいいと思うわけよ。黒い部分は持っててね、大事にしてってねって思う。それを、使いどころを間違っちゃいけないけど、そう、で話が飛びになっちゃったけどさ、そう、黒い部分があるからもちろん裏切る人は出てくるんだけれどね、どう、自分の経験上さ、こうなんていうのかな、裏切られた時ねのダメージって、いや裏切られた後もすごいしんどいよ、ずっと続くけどね、でもその瞬間もうぐさって切られる感じよ。めちゃくちゃ鋭利な刃物で心を切られる、ものすごいダメージを負って、それを時間をかけて修復していくイメージなんだけど、信じたいなってみんなが思った人がいるとするじゃん。はじめましてでさ、いろいろ話していくうちにすごい気が合うって、あ、この人なら信じていいかもって思う瞬間があるかもしれないじゃん。そういう人がいるでしょ。でもさ、そのでも裏切られたら怖いなって、でどっかここのどっかで、でもこの人もやっぱこういうこと思ってんのかなとかさ、思いながら生きていくのって俺は辛かったの、辛いなって思って。でそれって一瞬、さっきみたいな一瞬バサッて切られる殺傷能力はないんだけど、じわじわ自分で首絞めてる感覚なのね。なんかなんだろう、信じきれないから、多分信じれないストレスもあるし、あとはそのなんだろう、いい人って、その瞬間ってその相手のこといい人って思ってるから、
なのにその人を信じて開けられない自分に対しての苛立ちとかっていうのもいろんなものが入ってきて、どんどん自分の首を絞めてるっていう風になってるのかなって思うのね。で、まあ、自分もそうやってたからずっと。でもそれってやっぱね、もったいないと思うんだよ。だって信じたいなって、みんなが信じたいって思った人がいるんであれば信じてやって行った方がさ、俺は楽しいし、相手にとってもまあウィンウィンかなっていう風に思うからね。うん、なんかすげえタラタラと長く話しちゃったんだけど、まあまとめると、まあ、自分はね思ってるのは、信じるってハードルはまあちょっと高めというか厳しめではあると思う。他の人よりはなかなか人を信じないようなタイプだけれど、でも信じるって決めたら徹底的に信じようって、うん、裏切られた時はその時の俺が考えればいいと思ってる。であとはもし裏切られてしまった場合は、見る目がなかったなとか、そう、相手に対して愚痴を話す、まあある程度は言うよ、クソったれがとか思うけど、まあそれは瞬間的な発散として使って、あとはまあ自分の成長のために、どこが見る目をが ないきっかけになっちゃったのかなみたいな考えるようにしてる、人は基本的に、裏切る可能性があるっていうものは前提にあるから、 それを受け入れた上で信じて生きていくっていうのが自分はなんか大事なことというか、そのバランス感覚なんだけどね。両方分かってるけど、でも信じたいし、そう、信じてほしいから信じたいし、やっぱり、なんかね、信じてくれるから信じるんじゃないんだね、俺は。そう、信じてほしいから先に信じてたい、だからみんなのこともそうだけど、そう、俺自分のユーザーの子たちは、なんだろう、俺全幅で信じてると思うんだよね。だから分かって、でもね、バランスとして、これ長くなっちゃって、これね、長くなっちゃったけど、まあある程度さ、アクティブユーザーもまだ何万人っていると思うから、全員が全員ね、そのなんていうのかな、そのコメントに書いてくれてるのとかさ、本当に応援してるっていう子じゃない、まあ分かってるよ、そんなは分かってる、分かってるけれど、でもなんだろうな、例えばみんながコメントで書いてくれたこと、書いてくれたこととかっていうのは嘘偽りはないと思って読んでいるので、だってみんなに信じてほしいし、信じてついてきてほしいって思ってるから、だからまず俺は信じるよっていう、まあ、それは塾講師の時の俺の担当生徒もそうだし、先生によってはさ、やっぱり学生時代って嘘つきやすいから、ね、基本的に言葉は嘘つくものですよっていうふうに思ってるって先生もいらっしゃった。でその気持ちもわかるよ、わかるわかる、俺も嘘ついたし、いっぱい怒られたくないからとかねあったけど、でも自分の生徒が言った言葉は基本的に信じるから入るっていう、そう。でもしそれが嘘ついて裏切られてたら、そこまでの人間関係の作り方が俺が間違ってたなっていう、俺が悪かったっていうふうに思ってる。まあもちろん嘘はつくなよって言うよ、嘘はいいものは生み出さないからね、基本的にはって思うけど、だからまあそんなふうに思ってるよっていう話やべえ、まとまんなかったけど、まあなんか なんだろうな、なんかそういう考え方もあるのかなって思ってくれたらいいや。この後にあの芦田愛菜さんの読んでもらえればめちゃめちゃ深さ感じるから、俺があっさいからねこれねまあここまでご視聴いただきありがとうございました。はい、ということでね、また、次回は何かテーマ決めて喋っていきますので、よかったらまた来週の日曜日にお会いしましょう。ということで今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です、ありがとうございました。